山椒は小粒でもピリリと辛い。背が低かった戦国武将ベスト5。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は背が低かった戦国武将ベスト5について紹介していこうと思います。戦国時代の平均身長は男性で155から160センチ前後だったとされていますが、2メートル近い巨漢武将も確かにいたようです。江戸時代と違って肉や魚などを食す機会も多く、思った以上に栄養バランスが取れていたのかもしれませんね。一方で平均身長をはるかに下回るような小柄な武将もいました。そこで背が低いというハンデをものともせず、華々しい活躍を遂げた戦国武将を5人紹介していきましょう。ランキング形式となりますが、諸説ありますのでご容赦ください。第5位、実際は風采の上がらない小男だった真田の牛毛、155センチ。大阪の陣で華々しい活躍を遂げ、日の本一の強者と絶賛された真田信繁ですが、皆さんがお持ちのイメージといえば、背は180センチ以上もある高身長、端正な顔立ちをしたイケメン、そして深紅の甲冑を着こなすスタイリッシュさといったところでしょうか。実際に映画やドラマ、ゲームなどでもそのように描かれ、美男子の見本のようにされてきました。しかし実際の信繁はどのような武将だったのでしょうか。実は信繁のことを記した資料や文章はあまりに少なく、真の姿は断片的にしか見えてきません。ましてや信繁の容姿のことなど、ほとんど記録が残っていないのです。そんな中、唯一と言ってもいい資料が存在しています。それが長沢文書というもの。これを書いた長沢黒兵衛は、同じく豊臣方大将だった後藤又兵衛の近従を務めた人物です。その文書の中で信繁のことをこう記していますね。真田左衛門佐は年が44か45歳くらいに見え、額には2、3寸の傷があった。思いのほか小柄な人である。当時の平均身長が160センチ程度だったことを考えれば、それより小柄だったということ、155センチ前後だったのではと推察できるのです。黒兵衛は後藤又兵衛の背中を拭いた時に傷が53もあったと克明に記録していますから、黒兵衛が信繁に対して抱いた印象もかなり信憑性を帯びてくるのです。また信繁が工藤山で蟄居していた頃、真田家臣の木村綱重へ宛てた返書の中で自らをこう評しています。最近は病気がちで老け込み、歯も抜けて髪も白髪ばかりになってしまった。これは大阪城へ入る前年に書かれた手紙ですから、実際の年齢以上に老け込んでしまった様子がうかがえるのです。颯爽としたイメージのある真田信繁ですが、実際は風采の上がらない小男だったわけですね。ちなみに信繁の兄信行は185センチという高身長だったようです。第4位、小男なれど武田信玄の軍師として活躍、山本勘助、150センチ。武田信玄の軍師として活躍したという山本勘助ですが、大河ドラマの主人公になったこともあり、知らない人はいないという有名人ですよね。勘助の実在が疑われることがあったものの、現在では軍配者、そして参謀としての役割を担っていたとされています。勘助の生まれは駿河とも三河ともされていますが、武田氏に仕官するまで相当な苦労があったようです。その理由は彼の見た目にあったといいます。紅葉軍艦の中では小男で赤眼、指も足も不自由、しかし大豪のものであるとされており、別の文章でも色が黒く足も不自由で身に無数の傷を負っていたと記されるほど怪異な容貌の持ち主でした。各地を遍歴して軍法や兵法を会得し、いざ仕官することを志しますが、なかなかうまくいかなかったそうです。特に駿河の今川家では小柄で醜い見た目から毛嫌いされ、
兵を率いたこともないくせに兵法を極めたなぞ嘘を申すでないと罵られました。9年間も駿河で失意のうちに過ごし、やがて武田氏に召し抱えられることで歴史の表舞台へ登場していくのです。ちなみに勘助の身長ですが、甲陽軍艦での記述と山梨県立博物館に所蔵されている山本勘助像によって2006年に推定がなされ、150センチほどだったのではとされています。信玄は勘助の容姿や小柄さを気にせず、その能力を認めたということですね。第3位、背の低さは予想通り、豊臣秀吉145センチ。豊臣秀吉は背が高かったというイメージを抱く人はほとんどいないことでしょう。どうしても猿やネズミといった印象がつきまとうため、高身長ですらりとした秀吉像を想像しにくいのです。では背が低かったとされている秀吉はどれくらいの身長だったのでしょうか。まず宣教師ルイス・フロイスが記した日本史第16章の中に秀吉の容姿に関する記述が出てきます。秀吉は身長が低く、また醜悪な容貌の持ち主で、片手には6本の指があった、目が飛び出ており、中国人のようにひげが少なかった。一方でフロイスは織田信長のことを背は高く痩せていてひげが少ないと評しています。大徳寺の木像から信長の身長は170センチ前後だったとされているため、秀吉は信長より明らかに背が低いことがわかりますね。また朝鮮の駅で捕虜となった姜子が記した寛容録にはこのように記されています。秀吉は尾張中村郷の人である、容貌が醜く体も短小で、容姿が猿のようであったので、これを幼名とした。これも秀吉の身長が低いことを如実に語っているのです。ちなみに秀吉の身長が127センチしかなかったことがネットを中心に情報が出回っています。オランダ商館長のティチングが秀吉に拝謁した時に語ったとされていますが、これは明らかにデマでしょう。秀吉の時代にオランダ商館は設置されておらず、ティチングという人物は確かに実在しましたが、18世紀の人物なのです。もう一つ秀吉の身長を推し量るものがあります。それが仙台市博物館に所蔵されている銀伊予実白糸落とし胴丸具足という甲冑です。これは小田原攻めの直後に秀吉が伊達政宗に送ったものとされ、現在では国宝となっていますね。ちなみに伊達政宗の身長は159センチだと確定していますから、それよりかなり小さいものとなっています。こういった資料から秀吉の身長は約140から145センチ程度だったという説が根強いのです。第2位、背の低さをバカにされても気にしない池田輝政140センチ。国宝姫路城を大改修し、播州52万石の大名となった池田輝政、いわゆる戦国の勝ち組の一人ですね。父と兄を合戦で失うものの、徳川家康の娘をめとって近世大名としての礎を築きました。一般に言われている輝政の身長は5尺2寸155センチ程度ですが、これでは当時の平均身長とほぼ変わりません。しかし輝政に関する逸話を見ていくと、背の低さぶりが垣間見えるのです。同輩の大名たちと宴会をしている最中、ある者が輝政の背の低さをバカにしたそうです。すると輝政は怒るどころか立ち上がってこう言いました。私の背は短小であるが、武功では誰にも負けぬ。背が高いだけが大事なことではない。その言葉とともに見事な舞を舞ったそうです。また同じく酒の席で福島正則から背の低さでからかわれたところ、輝政は笑って答えました。広大な領地を持ち、武功を数多く上げながら背の高さまで欲するのはあまりに欲張りなことよ。これには正則も大笑いし、
宴会は大いに盛り上がったそうです。ちなみに輝政の身長に関して140センチほどだったのではとする説もあり、あくまで俗説の域を出ませんが、実は小人症だったと唱える研究者もいるそうです。もしその説が本当だったのなら、池田輝政はかなり背が低かったということになりますね。背が低いことにコンプレックスを抱いた輝政だからこそ、ひときわ巨大な姫路城が築けたのかもしれません。第1位、背は低くとも天下に知られた最強武将、山形正景、135センチ。武田軍の最強部隊として名高い赤備えですが、率いていたのは武田四名神の一人、山形正景でした。彼が率いる軍勢は周囲の敵を畏怖させ、その深紅の軍装を見ただけで勇猛な武士ですら震え上がったそうです。正景の死後、井伊直政や真田信繁などが赤備えを継承している点から見ても、その強さにあやかろうとしたことがわかりますね。正景は背が低いことでも知られた武将ですが、諸説ある中で135センチくらいではないかとされています。江戸時代の書物皇后雑記の中ではこう記されているのです。袴と頭の間がわずか 4,5 寸ほどの小男で、風采は上がらないが武田家臣の中でも孤高の大将である。戦いに臨めば武田の小男が出たと敵が恐怖するほどの侍大将だった。現代文に訳していますが、体が小さいながらもその勇猛ぶりが伝わってくるようです。また正景の身長が低かった理由について、後進裂という病気を唱える研究者もいます。後進裂とは先天性の難病で、古くは三つ口とも呼ばれていました。上唇から縦に裂け目が現れ、鼻にまで達するというものです。現在こそ外科手術で根治は可能ですが、当時は治療法も確立していません。うまく物が食べられないために命を落とす子どもも多かったのではないでしょうか。現代医療ではスポイトやシリンジなどを用いて授乳するそうですが、おそらく正景が生まれた時、飲める母乳の量が絶対的に少なく、結果的に発育障害を起こしたのではないかと思われます。また後進裂を患っていれば言葉も不明瞭になったと考えられますが、史実によれば正景は外交交渉役としても重用され、信玄の片腕として活躍しているほどです。正景は見た目、言葉といったハンデを見事に乗り越えて、押しも押されぬ武田の名将となったわけですね。まとめ。背の高さのみが武将としての器量を決めるものではありません。体は小さくても武勇に優れた武将はたくさんいますし、身長のハンデを乗り越えて名将になった人物もたくさんいるのです。山椒は小粒でもピリリと辛い、そんな言葉がぴったり当てはまるようですね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。